ということで、はい、まず横井さんに来ていただきました。ちゃんと2回目ちゃんと座ってるの確かに2回目こんだけやってて2回目っていうこんなに長くやってんのにさらにもう一人スペシャルゲストを今回お呼びしております。スペシャルだったのにお呼びしてスペシャルゲスト来てほしいですか。欲しい。ではスペシャルゲストさんどうぞお願いします。はい、どうもお邪魔します。言わされてる感が強くて男でごめんなさい。小西です。よろしくお願いします。いやもうね、正直ライブからゲストに来ていただくのって実は今日が初めてで。あ、そうなんですか。そう、それがね、コニタンだなんて、うん、もう私がこの事務所を立ち上げてからみんながいろんなものに出るたびに、あのなんとかちゃんの何々見たよ、ここが良かったよ、褒めておきてみたいなことをね言ってくれて、わざわざそういうこと言うと恥ずかしいからやってくれよ。いやでもこう芸能のね先輩からご飯とか食べに行ってる時も更衣室の話とかもいつもしてくれるから、うん、ちょっとこれワンちゃんゲスト来てよただで来てくれた今日だってね、あの皆さんだって自分たちの見てたアニメとかの声をやってるわけじゃないですか。うん、ないないない。真夏の顔、この顔見てください。あ、実は出てないもん。本当は昨日大阪戻る予定だったけど、そうなんですか。あ、小西さん明日来るよって言ったら、ちょっと調整しますって言って。すごい。ちょっと実家帰らんとあかんかったけど、ちょっと夜で映画聞いてみます、ね。ちょっとダメダメずらしますわって言って。そうだから今日コニタのパートだけいて帰る。すごいミーハーな働き方してる。めっちゃミーハーな働き方で。ちなみにマナちゃんはあの何が好きなんですか、この作品では。世界一かっこいいの。サムネさん、うん、もうマジで。あのたしなむ程度に BL を摂取してるんですけど、うん、あの映像で BL って結構見た当時は割と衝撃やったんですよ、うん、あんなセリフをどんな感じでみたいなのとかあったんですけども、それが本当にもしっかり最高でございます。しっかり最高こちらこそ本当にありがとうございます。見ていただいてありがとうございます。でもツンちゃんだってね、ずっと好きなもシャーマンキングが大好き、うん、大好きで復活してよかったですね。いや本気で嬉しくて、うん、最高だなちょっと嬉しい。今日初めてはこの大阪の人妻の真夏と、うん、真夏いい響きですね、人妻じゃあ東京の独身の東京の独身のお笑い芸人東京の独身のお笑い芸人東京の独身のお笑い芸人ね、褒めてられね、お笑いお笑い担当の方ですよね。お笑いで合ってますか。コスプレイヤーの宮本さんこんなねメンバーで今日は何をクイズお鬼しようをやってきたのか。するっていう僕が出す。そうなんです。あ、なるほど。はい、メンバーが1から15の数字を選んで、小西さんがその質問に対して内容を書くと、うん、で皆さんはその書いた内容を当てるというゲームです。はい。でこの問題はいくつかやっていって、最終的に正解数が多い方にご褒美ございます。小西さんに用意していただきまして、ノンギャラなのにノンギャラなのに用意していただいて、ノンギャラなのに3万円分ぐらい使って、ではじゃあ早速クイズの方やっていこうと思います。とりあえず1番いきましょうかね。1番。はい、1番問題。私小西克幸の出身はどこでしょうか。シンキングタイムスタート。ダンテテテンテンテンセルフでやってくれる。役だけが好きなのか本人のことが好きなのか、うわ、役者さんとして好きなのか、これでわかります。パパッと書いたらええねん、はよ書いたらええんやで。あ、なんかちょっとヒントっぽい感じ。そういうこと。そういうこと。あ、そういうことや。さあ、それでは皆様回答を見せてください。一斉にどうぞ。はい。さあ、心ちゃんどこですか。はい、私千葉県です。で、マスさんは和歌山です。さあ、ゆきゅんは滋賀県。滋賀県、じゃあ上に行って宮本さん。こんにちは。お笑い芸人ですか。可愛いかなと思って使っていただいて。可愛いかな。姿勢から来たよ。しんどいわ。さあ、つんこさんは奈良県。お、さあ、吉田さん宮城。宮城、いいですね、皆さん、それで、すごい、いいですね、小西でいいですね。小
じゃあ正解はファイナルアンサー、正解はこちらです。じゃじゃん、和歌山県。さすが。なんでなんで、よし、当てずっぱでしょ。どうせ違うんです。これは昨日より深く知りたくてウィキペディアを熟読した出た、やばい、予習熟読だった。さあというわけで真夏さんが正解1ポイント。これスタッフさん数えておいてください。ポイント、はい、宮本さんマイナス1ポイント、はい、はい、こっからは皆さんに選んでもらおうかな。じゃあ正解した真夏さん何番がいいですか。おほな8番で。8番。さあ問題です。言われて嬉しい言葉は。シンキングダイブスタート。めっちゃ難しい。ダンスタンタン。コニーなのにそんな素直な感じじゃない。言われて好きな言葉は何。言われて好きな言葉は何。やらなもん聞いちゃって。人が嫌いな俺が言われて好きな言葉は何。辛い。これ来月ぐらいにサブスクで出る。配信やります。いや恥ずかしいな。聞いたことある。それしか僕は心を開いたらもうずっと開きっぱなしなんで。下ネタしか出ない。そこまではもうずっと閉じてますから。スズコさんは全部下ネタ言われて嬉しいことある？じゃあ今日お願いします。はい、一緒にいて楽。ああ。いいですね。決まらない、うん。ご飯一緒に食べに行っても、うん、かしこまらず結構フレンドリーでいて、喋、うん、らなくてもいい、時間が楽みたいな。何にも気にしない先輩後輩とかはママ好きじゃないんで。マラさん行きましょうか。はい、はい、順番に。男男どういうこと。あー男らしいみたいな。それ言う、そういうことないでしょ誰がそういうこと。私も人に言うことない。じゃあ心ちゃん。私は人として好き。どういうこと、どういうこと、どういうこと。男としてとかじゃなくて、あ、そう、あの男女とかじゃなくて、うん、あのもう小西さんは小西さんとしてすごい好きみたいな感じが嬉しいかな。あ、ね、あのキャラとかで、うん、はいはいはい、多分言う方とかもいると思うんですけど、うん、もう小西さんが好きって言ったら嬉しい、うんうん、気を使って振っているみたいな。確かに気を使いながら。あの人は最後しよう。吉田さん行きましょう。吉田さん行きましょう。が大人。じゃあ下ネタの方。はい、下ネタの方。下ネタの方。行きますよ。はい。はい。いろんな意味でね。最後宮本さん行きましょうか。ちょっと一番最後に。宮本さんお願いします。これです。人間好きそうです。どういうことですか。人間好きそうですね。なんか人間嫌いをうまく隠せているという嬉しさがあるんじゃないか。なるほどね。何それ。あー、なるほどね。そう、うまく隠せたみたいな。はいはいはい。それではないですね。嬉しくもないですか。嬉しくもない。嬉しくもない。それを言われたら、いや、僕あんま好きじゃないんで。距離予定だよね。どういう意味で。本当にラジオとかあのイベントとかでも普通に言ってるから、もう。あー、うん、逆に俺のことでもファンの子は大事にするし、自分のことをこう好きで来てくれる人はなるべくこう好きになりたいなと思うし。なるべく好き。さあ、じゃあ正解いきましょう。正解はもうシンプル、こちら、じゃん、好き。一番近いんだ。そう、正解だから。コモルちゃん正解。いや、違う違う違う、それは違う、それは違う。でも好きって言われてさ、嫌な人間いないんでしょ。素直じゃないの。確かに。さあ、じゃあココちゃん、じゃあ何番がいいですか。じゃあ15番で。すごい問題きましたよ。好きなおっぱいの大きさは。スタッフバカですね。カップ数ですか、これは。じゃあ文字にします。具体的な何か、ちゃんとある程度。好きなおっぱいの大きさはです。おっぱいの大きさについてこんな真剣に考えてる子たちってなかなかいないですよね。いないですね、うん、じゃあ一斉にお願いします。どうぞ。はい、はい、さあ、じゃあ心ちゃんから順番に発表してください。はい、貧乳はステータス。じゃあ真夏さん。手のひらから溢れるサイズ。あの、あ、収まらんけど。手のひらでかいよ。あ、確かに。お手でかい、ほら。じゃあ爆乳で。じゃあ回答は爆乳ね。ゆきゅんは手のひらサイズ。はい、じゃあ次行くよ。はい、まあ、揉めたらいいかな、これ。揉めたらいいかな。揉めたらいいかな。
それ名前って合ってる？それが絶対に違う。これが違う。俺字違うような気がする。俺も書くじゃない。揉めたら OK。 揉めたら OK です。なるほど、はい。動物みたいな鳴き声でホイッスルみたいな音聞こえた。じゃあつんこさん。私これライスシャワーちゃんのおっぱい。あー、小西さんは馬娘シャワーちゃん推しだった気がして。いっぱいね、好きな娘なんかそういう目では見ない。馬娘をそういう感じで見るやつはもう許せない。あー、先生を出しちゃいけない。絶対待機シャトルのこと思ったら大きいって思ってるもん。思って、スーパークリークは思ったけど。おっぱいもシャトルやな。さあ、じゃあ最後。はい、小西カップ。やっぱりだからそういう系なんか絶対落とそうとしてるの最後ね。なるほど、ありがとうございます。じゃあ、はい、発表しましょうか。じゃあ正解はこちら。でれん、なんでもいい。あれ、なんでもいいやつ。だから、吉田さんが一番近いと思う。やったー。食べたら OK。 食べたら OK。 食べたら OK。 そしたら13。はい、さあ、じゃあ問題いきますよ。これは難しいかも。問題、小野坂雅也は、シンキングタイムスタート。僕が見てて笑えるっていうこと。でも笑えんのかな、うん、じゃあ宮本さんからいきましょうか、今回は。いきます。はい、俺と行く時の小野坂。なるほどね。例えば俺としか見せない、顔を見せるっていうところとか、優しいところとか。じゃあつんこさん。はい、私は自由にできている時の重さが。自由に性にあっても関係なく自由にむちゃくちゃしますからね。そうです。さあ吉田さん、やっぱ長いお付き合いって聞いたので、はい、なんかそういう人ってこういうの方が笑えたりしません？失敗とかした時で、まあ、お互いの関係でも失敗した時とかに素直に謝ってくれたりとか、うん、そういう時に余計リカバリの仕方でもっと好きになったりとか。全然謝らないです。あの人失敗してもねえって言います。さあ前列いって、心ちゃん。私は仕事に真剣な横顔。何それ彼氏いつも横並びで YouTube 撮ってるからね。やっぱそういうところでちょっとドキッとしたりとかするんじゃないですか。何をやらせたいの。じゃあ真夏さん行きましょう。はい、ありのままがいいよ。なんかでも近いかも。確かに。そうね、うん、そのまま素の姿が一番好きだぜみたいな。俺といる時のマサヤが。俺にしか見せねえ。マサヤ。俺のマサヤ。あんな顔するんだぜ。みんな知らないと思うけど。失敗した時とか。あいつこの間こんなラインしてきたんだぜ。かわいい。怖い。ちょっとそういうのが怖い。小野坂さんは結構破天荒で、うん、強めなキャラだけど、うん、結構奥手なところがあると思うので、そんなちょっとコミュ障なところ。あー、めちゃくちゃ人見知りです。正解いきましょうか。正解は果たしてあるのか。こちら、失敗して苦笑してるとき。すごいと思った。よう当てたなと思った。俺は思った。すごい、ゆうさん強い。何枚いきますか。14番。さあ、じゃあ問題。じゃじゃん。何フェチですか。あー、どうしよう、すごいキモいこと書いてた。書く書く。変態子にしかついてが何が好きなのかっていう。それでは一斉に行きましょう。お願いします。どうぞ。じゃん。さあ、野球何ですか。膝の裏。じゃあ丸さん。ストレートに尻で。おお、尻。ヒップ。ストレートに攻めていこうと思ったんでこうなりました。心ちゃん。はい、私は声です。うん、もうあのお仕事でずっと聞いてるので、うん、もう結構そこに耳が行くんじゃないかなと。あー、なるほどね。はい。さあ、じゃあ上行って。吉田さん。おお。さあ、つんこさん。目。おお。最後。匂い。おお。なんか声かなと思う。ずっとこうやって嗅いでるってこと。さあ、じゃあ正解いきましょう。正解はこちら。ストレートにお尻。おお。すごい。でもこういうことをさ、お尻が好きです
スとか行ってると、うん、アフレコってさこうやって椅子があって前にマイクがあってそこに女性声優とか立ったりするじゃん。あいつケツ見てんのかなって見てる人に思われるんだろうなと思って、仕事まではどうしようかなと思って。仕事は仕事、大丈夫、あれ見てないから俺は全然。じゃあポイント途中経過ちょっと見ますか。今ですね、途中経過はココちゃん1ポイント、マナスさん2ポイント、ヤスエさん2ポイントで、サイエンさんがマイナス1ポイントになります。で、2人は0ポイント。0! さあ、じゃあもしかしたら最終問題になるかもしれません。はい。マナスさん、はい。何番いきますか。ラッキーセブンで。問題です。じゃじゃん。S ですか ?M ですか。これも簡単。本当にココリさんが S か M かで書くかもわからないじゃないですか。嘘、そうそう、違うの書くかも。やめてください。確かに白紙っていうのもありますからね。確かに書くふりして白紙っていう場合もありますからね。これから染めていただければみたいなスタイル。何ですかそれ。分からへん。願望。お宅のキモい部分が気持ち悪いな。もうやめて。大阪帰れなよ。受ける。言うてるココロちゃんも今日本当は参加の予定じゃなかったですか。私もなんですよ。私もミハー心を出してしまったかもしれない。はい、じゃあゆきよくんいきましょう。はい、はい、M。 山下さん M。 ココロちゃん M。 はい、上代健太さんサービスの S。 おお、サービスの S。 つんこさんド M。 ド M。 くそー、帰ってきたちょっと。よさはい、私は M。 おお、それでは正解はこちらでございます。これから染めていただければ。わー、あれーだよ、言えたのか、言えたー。書いておけばなんか言ってたからそのまま書いてみました。でもどっちどっちかって言ったらもう S かも。あー、そうなんだ。じゃあ普通。じゃあ今のは正解はこれから染めていただければですけどね。正解者はなしということです。なしですね。宮本さん、はい、何番がいいですか。10番。はい、これ真面目に答えます。問題、じゃじゃん。好きな YouTuber は。最近すげー見てる俺。いろんな方いらっしゃいますからね。はい、うん、ジャンルとしてはどんな感じ。ジャンル言うと分かっちゃうかも。じゃあ結構そのジャンルにおいて、うん、のもう本当トップの方。トップ、トップだと思います多分。じゃあ心ちゃんから行きましょうか。私はこちらです。いい恋人。それ考えて私も、うん、ちょっとなんかナルシストっぽい回答になっちゃうんですけど、うん、小西さんが来てくれた理由というのがもう見てくださってるっていうのがあったので、うん、これを書きました。確かに見てくれてる。願望もあり。でもそれ好きな YouTuber じゃないですよ、チャンネル名ですもん。でもそんなこと言われてもね。せっかく考えて、せっかく考えて、せ多めにギャラもらった方がいいよ。さあマナさん、あってほしい。どんだけ希望的観測。これはでもチャンネル名だから。あ、言われちゃったよ。うちらダメなんだって思っちゃう。うちらダメなんだ。じゃあキュンさん、ゴージャス。あー、コニタン、この前テレビ出てた時に、うん、自己紹介でゴー様の真似してて、やってた。もうあのね、ことあるごとにやってくださってて、うん、楽しいチャンネルですね。楽しいチャンネルです。最近ウマ娘ばっかりやってますけど。吉田さん、やっぱりここは鉄板でヒカキンさん。ああ、ウマさんのお世話になっていることですね。まさにトップ、トップということで、うん、さあ、つんこさん。私、気まぐれクック。ああ、何かしらのジャンル。これまたトップですね。そう、トップって、うん、あ、さあ、じゃあ最後。私もちょっと悩んだんですけど、パカチューブにしました。ああ、パカチューブも楽しいね。私もちょっとこれは思った。ずっと見てた、もう本当休みの日とかも。さあ、じゃあ正解いきましょうか。正解はこちら、直樹マンさんです。直樹マンショーなんだ。そう、私も大好きです。俺大好きなのこれ。都市伝説系をされてる方なんだけど。そっちか。めっちゃ面白いのよ。わかります。私も大好き。これでもみんな好きでしょ、都市伝説とか。大好きです。正解者なし。さあ、というわけで全問終わりまして、今回のクイズ小西王優勝者は2人います。2ポイントを獲得しましたマナスさんと吉田さんです。ご褒美はジェンディっていうお店の普通のやつとオレンジフレーバーのやつがあって、それ両方買ってきたんですけど、
1日50個限定で、わざわざ延べ棒入ってるじゃん。昨日ここに入ってる。1日50個限定で、ここにこれはもう10個なんだけど、こうシリアルナンバーが、ちょうどこのお店の近くの洋服屋さんに用事があったから、あの仕事の帰りに、あ、ちょうどいいやと思って。そうやってね、こう言ってくれるのもスマートでございますよ。これが大人なんだ。さあ、というわけでお二人に、贈呈したいと思います。とりあえずお渡しするんで、後で分けてください。はい。じゃあ、おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。多分また冷やしてもらってるんだと思うんだけど、ありがとうございます。ありがとうございます。冒頭もありましたけど、ノーギャラなのに、そう、本当なんかの、なんかの金券にしようかなと思って本当はジョジョ園の焼肉券とか面白いなと思って、あ、ちょっと買いに来るまねえやと思ってやめたのにというわけで以上、クイズ小西でございました。最後まで動画を見てくれてありがとうございます。そしてチャンネル登録はこちらです。おすすめの動画はこちら。それじゃあバイバーイ。